今日は最近お気に入りのアンプリチュードで石田ゆり子風にメイクしていきたいと思います。ベースはこの色、こちらだけクリームタイプなんですが、ふわっと優しく入れてまいりましょう。そして隣のこの綺麗なカラーを重ねてまいります。目の下もしっかり入れていきましょう。そしてアイライナーはリキッドタイプを選びました。こちらダークブラウンです。優しくですね、やっぱり超絶ナチュラルに入れていきたいので、まつげとまつげの間を丁寧に細く優しくナチュラルに入れてまいりましょう。そして目尻だけですね、ちょっと横に広げるようにぼかしてまいりましょうか。はい。そしてマスカラもブラウンでナチュラルに仕上げてまいりましょう。はい、どうでしょうか。石田ゆり子にはならないけど、皆さんやってみて。